IFA とですね、一言で言っても、いろんなレベルのですね、IFA の方が、おりますので、誰に相談するかによってですね、結果が全然違うわけです。皆さんこんにちは。株式会社ウェルスパートナー代表の瀬古口です。この動画チャンネルでは資産運用に関する様々な情報を発信しております。それでは本日の動画のテーマは、あなたの資産を本当に守ってくれる IFA の探し方を教えます。といった内容をお届けをしたいと思います。はい。久々にですね、IFA 関係の動画ということで、楽しみにしてるんですけれども、私もですね、この IFA というですね、独立系のファイナンシャルアドバイザー、というですね、事業を会社の方で7年間やっておりますので、まあ、いろんなですね、IFA の方とアドバイザーの方とお会いをしますし、その IFA の方から資産運用のですね、に、IFA に相談をしている、富裕層の方々からのですね、お話であったりもたくさんお伺いをしますので、どういう IFA にですね、どういう方がご相談したらうまくいくのかとか、まあ、その IFA の方々のですね、特徴とかですね、そういったことをですね、この7年間の間で、まあ、かなりですね、情報をですね、集めることができましたので、まあ、今回はですね、まあ、IFA とかそのアドバイザーがですね、まあ、どういったものか、どういうふうに考えればいいのかということであったりとか、そういった皆さんのですね、ご資産をしっかり守ってくれる IFA を見つけるには、どうすればいいのかというところをですね、まとめた動画にできればと思います。まあ、もちろん当社もですね、IFA をやっておりますので、そういった話もできるんですけど、まあ、それだとですね、当社の宣伝になってしまいますので、まあ、一旦ですね、私の会社のこの IFA のことは一旦置いといてですね、あくまで私が今までのですね、経験の中から知り得た IFA に関する情報ですね、わかりやすくまとめた動画というふうになっておりますので、ご覧いただければと思います。はい。まずですね、この IFA っていうですね、仕組みをご存じない方もいらっしゃると思いますので、まずはその仕組みについてですね、簡単にご説明ができればと思います。で、IFA とですね、いうのは金融商品仲介業者というふうに訳されてるんですけども、IFA と一言に言っても、二つ意味がですね、あるんですね。一つは IFA っていうですね、事業を行っている法人ですね。IFA 事業をやってる会社。で、もう一つ IFA っていうとですね、その IFA 法人の中で、実際にお客様を担当して資産運用のご提案をしている、その担当者、アドバイザーのことも IFA と、いうことがありますので、そこちょっとですね、どっちの話をしているのかっていうのはですね、混同しないように、お話を聞いていただければと思います。今からご説明するのはですね、IFA という金融商品仲介業者のですね、事業を行っている IFA の法人ですね、っていうのが、どういう仕組みになっているのかっていうことからですね、まずはご説明できればと思います。でこちらのですね、図が、よくあるですね、この IFA を説明するときに使われる図なんですけども、一番上にお客様がいらっしゃってですね、右下に証券会社がありますと。で、本来はですね、この形だけなわけですね。お客様が証券会社にお金を預けて、証券会社のですね、証券マンがお客様ですね、資産運用の提案をして、取引が成立しますと。だったんですけど、左下にですね、これ当社の図になってるんですけど、IFA ですね、金融商品仲介業者っていうのがですね、新たに、まあ、20年ぐらい前でしょうかね、できたわけですね。で、まあ、こうなることによってですね、お客様というのは資産を預けるのは証券会社なんですけども、資産運用のご提案だったりとか、受発注を受けるのはですね、この金融商品仲介業者、IFA と、いうことになって、おりますと。このように IFA がですね、間に入ることによって、富裕層の方にどういうメリットがあるのかっていうとですね、まあ一つはですね、証券会社、そのものでの証券マン、ですとですね、絶対この証券会社で作った金融商品であったりを販売しなきゃいけないっていう販売ノルマがあったりとかですね、売らなきゃいけないっていうプレッシャーがあったりしますので、まあそれがお客様のニーズとですね、関係ない提案をしてしまっているということになっていて、まあ顧客ニーズの弊害になったわけですね。ですけど、IFA という形であればですね、そういった証券会社の都合とはですね、関係なく資本が切り離されてですね、存在はしておりますので、そういった販売ノルマであったりから解放されて、公平なんですね、お客様にとっては本当にニーズがある提案ができるということですね、この IFA というのが存在していることになるんですね。まあこれが一番ですね、IFA の存在理由なのかなと思います。証券会社との違いですね。で、二つ目がですね、まあ、これ会社によるんですけれども、この IFA を作った会社の経営者の方によってはですね、まあ、その普通にこう、証券会社と同じことをしていてもしょうがないということで、その IFA の会社の独自のですね、理念であったりとかに基づいて、お客様のニーズを満たせるようなサービスとかですね、
新しい提案とかを考えて、付加的なですね、サービスとしてご提案しているというような IFA もありますので、まあ、そういったことはですね、証券会社にない独自のですね、IFA ごとのですね、特徴ということがですね、言えるのかなと思います。これが2つ目ですね。で、3つ目がですね、この証券会社であったりだと、店舗をたくさん持ったりとかですね、バックオフィスの人間がたくさんいたりだとか、ということで、かなり高コスト経営になりますので、まあ、それを解消するためですね、お客様からたくさん手数料もらったり、回転バブルしなきゃいけないという弊害につながってたんですけども、この IFA の事業っていうのはですね、実はものすごく低コストでやることができます。まあ、私も7年間やってるとわかるんですけども、実際にお金ってですね、人件費ぐらいしか、ほとんどかからないわけです。ですので、まあ、低コスト経営が可能になってですね、まあ、それをお客様に還元したりとか、新たなですね、お客様のためになるようなサービスをそれで開発したりとか、っていう顧客還元がですね、低コスト経営によってできすることができますので、まあ、その点もですね、証券会社と違う。IFA のメリットなのかなと思いますね。で、最後がですね、まあ、デメリットというか悪い点にはなるんですけども、まあ、証券会社はですね、まあ、ある意味、ものすごい厳しいコンプライアンスのもとでですね、やっていて、良くも悪くもですね、個性を出すことっていうのがあまり良くないということで、まあ、あくまで横並びなんですね。なんですけど、IFA っていうのは、さっきお伝えした特徴もあるので、かなり自由度がですね、会社とかその個人によって高いわけです。もう好きなようにですね、ある程度やっていいということになりますので、まあ、その IFA によっては、とんでもないですね、モラルとか、コンプライアンスのもとでですね、お客様に提案してたりとか、まあ、とんでもない改定売買してたりとかですね、まあ、そういうこともあるっちゃやっぱあるわけですね。ですので、やっぱこう、会社とか個人によって IFA は玉石混合にですね、まあ、なりがちであるというのが、こう、証券会社と違うですね、デメリット、はい、マイナス面なのかなと思います。まあ、そういったところがですね、IFA、金融商品仲介業者のですね、仕組みというふうになっております。で、今ご説明したのは、あくまで IFA の事業を行っている法人ですね、IFA 法人の話であるんですけども、今回ですね、メインでお話をさせていただきたいのは、その IFA 法人でですね、アドバイザーとして仕事をしている、お客様を実際担当していってですね、被災のご提案をしている IFA のアドバイザーのですね、皆さんにぴったりのというか、資産をちゃんと守ってくるんですね。ゴールをですね、設定して、資産運用を成功に導いてくれる IFA のアドバイザーの方の探し方についてですね、ご説明が詳しくできればと思います。この資料からが、私のですね、勝手な妄想になるんですけども、こういうふうにですね、まあ、一言に IFA のアドバイザーって言ってもですね、いろんなレベルのアドバイザーがいるんだぞっていうことを分かりやすく表現するためにですね、この妄想をですね、表にさせていただいたんですけれども、妄想といってもですね、私が7年間この IFA をやってきて、まあ、いろんな IFA の方とお会いしてとかですね、お客様からいろんな IFA の話を聞いてとかですね、まあ、かなりですね、精度がそれなりに高い、分類にはなってるのかなと思うので、まあ、ある程度ですね、ご参考にしていてかとは思うんですけども、あくまで妄想というのはですね、ご理解いただいた上でご留意いただければと思います。で、これあくまで IFA 法人じゃなくて、IFA 法人で働いてってですね、お客様を担当してて、そういうのアドバイザーしてる IFA のアドバイザーの方ごとのですね、階級というふうなイメージにはなっておりますので、ご覧いただければと思います。で、階級ですね、5段階階級になっておりまして、まあ、上からですね、レベルが高くて、下に行けば行くほど低くなってはおりますと。で、これ一番左がですね、階級ですね。左側の列です。で、その階級ごとのですね、まあ、どういう特徴があるかという特徴。で、その右がですね、預かり残高ですね。どれぐらい運用資産を預かっているか、金融資産を預かっているかという預かり残高。で、この預かり残高ですね、なんで大事かっていうとですね、実はこれは、この預かり残高がですね、まあ、少ないとですね、その少ないお金を、回転売買するしかないとかですね、いい提案をする余裕が、なくなったりとかっていう弊害につながったりしますので、まあ、そのたくさん預かってれば預かってるほどですね、当然余裕がありますので、無理な提案をしなくていいですし、まあ、余裕を持ってですね、長期的な目線で運用の提案ができるということで、その IFA ごとにですね、預かりは基本的には多ければ多いほどいいという考え方があるので入れさせていただいております。まあ、このある程度預かり残高によってですね、IFA アドバイザーのレベルとかですね、階級であったりを推測できるというメリットがあるので入れさせていただいてますね。で、一番右側がですね、の列が人口ですね、どれぐらいの数が日本にいるのかっていうので、比率っていうのも出してるんですけど、何に対する比率かっていうですね、今現在 IFA のですね、数っていうのは約5000人ぐらいですね、いるというふうに聞いてますので、その5000人に対して、その階級内部がどれぐらいの比率いるのかっていうのをですね、簡単に計算していただいた数字になっております。
一番上の、一番レベルが高い特急 IFA からですね、簡単にご説明していきたいんですけども、まあ、特急の IFA の特徴としてはですね、資産の全体っていうのを、まあ、完全に最適化をすることが可能であるというレベルの IFA でして、まあ、このレベルになってますとですね、かなりこう独自の資産運用の理論であったりがあって、まあ、それを展開できるというようなレベルの代物にはなっております。で、こういう方ですと、まあ、預かり残高ですね、100億以上は基本的にあるかなと思っています。ただ、まあ、こう、全体に占める割合で言うと、まあ、ほとんどいないわけですね。まあ、おそらく、日本全体で25人ぐらいで、まあ、比率で言うとですね、0.5% ぐらいですので、まあ、正直なかなか出会えないわけです。まあ、こう、いろんな FA の階級がある中ではですね、結構斜めに外れた存在ではあって、まあ、預かりがですね、たくさんあるがゆえに、まあ、余裕があるっていうのもあるので、その資産運用ですね、ニーズがあったとしても、別にそれを受けなくてもですね、まあ、十分やっていけるっていうのが特急の IFA ではありますので、まあ、そういった難しさもある人たちではあるんでですね、比率の少なさもありますので、こういう人たちに相談するということはそこまで目的にですね、する必要はあまりないのかなと思います。まあ、もし出会えて相談できたらですね、ラッキーぐらいに思っておいていいかなと思いますね。はい。これが東京の IFA でございます。で、次にですね、下の一級、IFA はどういう人たちかっていうとですね、特徴としては、まあ、かなり高いレベルでですね、資産全体の最適化が可能であると。まあ、株とか金融資産とかですね、不動産とか、税金的なところの全体の最適化が、まあ、ある程度高いレベルでできますというのが特徴で、まあ、なので証券以外のですね、株とか債券以外の、それ以外の専門分野もですね、何かしらあるというのが特徴かなと思います。まあ、預かり残高で言うとですね、まあ、50から100億ぐらいで、日本 の中での人口で言うと250人ぐらい。で、比率で言うと 5% ぐらいかなと思いますね。はい。これは1級 IFA と。で、準1級になるとですね、特徴としては、まあ、証券の提案、まあ、株とか債券とか投資信託の提案は、まあ、完成レベルではあってるんですけど、まあ、証券以外もですね、まあ、提案ができたり、ある程度最適化できるんですけども、ご自身でできるというよりは、やっぱこう専門家とですね、連携したりとかすることによって、付加価値を出せるというレベルがですね、準1級 IFA なのかなと思います。まあ、預かりで言うとですね、30から50億ぐらいで、まあ、人口で言うとですね、500人ぐらいなので、まあ、ここからですね、結構多くなってくるわけですね。全体占める割としては 10% ぐらいかなと思います。で、その下が2級 IFA で、特徴としてはですね、証券提案に関しては結構高いレベルでできると言うんですけども、まあ、それ以外がですね、ちょっと弱い感じですかね。はい。証券以外にはそんなに詳しくないんですけども、まあ、証券を軸にですね、お客様と反応することができるというような方ですかね。なので、まあ、金融の運用、証券の運用、株とか債券とか投資信託の運用だけのっていうニーズの方であればですね、まあ、2級 IFA の方にご相談いただいても、まあ、十分対応できる可能性は高いということが言えるのかなと思います。で、預かり残高だと10から30億ぐらいが多くて、人口だとですね、1000人ぐらいいますので結構いるわけですね。比率だと全体占められるとしては 20% になりますと。これ2級ですね。で、最後、3級の IFA が、これもうちょっと未知数ですね。はい。預かり残高10億未満っていうことなんで、まあ未知数ですと。まあまだ IFA 初めてですね、1年以内とかだったらわかるんですけど、まあ1年以上とかやっててですね、預かり残高10億未満だと結構少なくて、続かない可能性が結構あったりとか、まあ、そういうがない可能性は結構あるわけですね。で、まあ、プラス、ちょっと駆け出してですね、その資金的にも、余裕がない可能性はあるので、まあ、ちょっとそういったところが回転売買につながったりとかですね、まあ、長期的な提案ができない可能性があるので、まあ、ちょっと注意は必要かなと思います。ただ、まあ、ちょっとわからないですね。はい。もしかしたら前職ですごい実績がある方ですけど、始めたばっかりとかっていう可能性もありますので、まあ、なんとも言えないって感じでしょうかね。ただまあ、実はこういう方々の割合っていうのはめちゃくちゃ多くてですね、多分3000人ぐらいですね、いるんじゃないかなということで、IFA 全体の6割ぐらいが、こういったですね、預かり残高10億未満の、まだまだちょっと今後未知数な方っていうのが多いのかなと思います。勝手な私のですね、推測でございますけど、が最急 IFA でございますね。まあ、こういうふうにですね、IFA とですね、一言で言っても、いろんなレベルのですね、IFA の方が、おりますので、誰に相談するかによってですね、結果が全然違うわけです。皆さんの求めているものがあったとして、まあ、A っていうふうに相談したら全然ダメ、B ダメ、C ダメ、でも、E に相談したらもう完全にですね、解消されました。
ということもですね、あり得るわけでございますので、皆様が求めてらっしゃる解決したい問題とかですね、状況を問題を解決するには、どの IFA にですね、相談すれば足りるのか、ということをですね、考えて、その IFA を探していくというのがですね、よろしいのかなと思います。これがですね、私の妄想でございますけど、IFA アドバイザーのですね、階級のイメージでございますね。そういったところですね、今回のテーマのあなたの資産を本当に守ってくれる IFA の探し方を推しますっていうですね、今回の動画の最後にですね、まとめをできればと思います。ポイント4つあるかなと思っております。1つ目がですね、まあさっきのですね、IFA アドバイザーの階級で言いますと、やっぱりできればですね、2級以上っていうとですね、預かり残高でですね、10から30億ぐらい。2級以上のそういった IFA にご相談いただくというのがいいのかなと思います。まあ、プラスですね、純資産が数億以上あるような富裕層の方であるとですね、証券運用以外の相談であったりとかニーズというのも高くなりますので、まあ、不動産とかですね、税金の相談がしたいっていう富裕層の方も多いと思いますので、まあ、そういった富裕層の方であればですね、やっぱり準1級以上の IFA に相談するというのがですね、よろしいのかなと思います。が一つ目ですね。で、二つ目がですね、じゃあその、できるだけ相談した方がいいという2級の IFA っていうのはですね、どういった人が多いのかっていうとですね、まあ、年齢で言うとですね、やっぱり20代後半以上とかの方がですね、基本的には多いのかなと思います。まあ、それなりに経験も積んで、まあ、中堅とかですね、まあ、中堅前ぐらいと言われるような、年齢のですね、職歴の、そういった IFA の人が多いかなと思います。まあ、その出身としてはですね、証券会社のリテール営業をされていた方っていうのがですね、基本的には多いのかなと思いますね。まあ、その2級っていうとですね、まあ、預かり残高で10億から30億ぐらいっていうことでして、まあ、全体のですね、IFA の中の2割ぐらいということなので、まあ、一つのですね、IFA の会社、法人があったとして、その全体のですね、まあ、2割ぐらいが、まあ、2級という計算にはなりますので、まあ、それであればですね、まあ、出会えないこともありませんから、ちょっと探せばですね、出会って相談できるぐらいの、イメージなのかなと思います。これ二つ目ですね。三つ目がですね、その富裕層の方はご参した方がいいという準一級、以上の IFA はどうかっていうとですね、まあ、こういう方はですね、IFA 歴が、まあ、それなりに長いか、まあ、5年以上とかですね、10年以上やってる方とか、あとはプライベートバンクの出身者っていう方が基本的には多いのかなと思います。まあ、準一級になるとですね、預かりで30とか50億ですので、実はですね、これぐらい預かって運用している IFA の方って、本当にですね、少ないんですよ。一人で35時預かれてる IFA ってほとんどいないんです。で、準1級以上だと、ちょっと多めに、じゃないかなって思ってるぐらいで言ってるんですけど、15% ぐらいとかなので、まあ、割とですね、いるように思うんですけど、意外と普通に生活しててもですね、なかなか会えないので、そういった方をピンポイントで探したいっていう方はですね、どなたかからか、まあ、優秀なですね、IFA の方を紹介してもらうとか、ご友人のですね、富裕層の方にですね、いい IFA いないかっていうですね、相談の仕方をして、ご紹介いただくというのがですね、よろしいのかなと思います。3つ目ですね。で、最後4つ目がですね、これはですね、IFA のアドバイザーというよりはですね、この IFA のアドバイザーが所属している会社によってもですね、とか、その IFA の働き方によっても、若干ですね、変数が実は出てくるんですね。いわゆる業務委託で働いている、IFA の方はですね、その IFA がすべて、もう自分で全部決めれて、まあ、提案とかですね、いろんなことを自分で決めれるんですけども、そうじゃない IFA の方も実はいらっしゃるんですね。で、IFA でもこう正社員という形で、その IFA 法人の従業員として、働いている IFA、まあ、正社員 IFA なんて言いますけど、まあ、そういう方々の場合ですね、その IFA のアドバイザーとしての担当者としてのレベルっていうのはあるんですけども、それに掛け算としてですね、その IFA 法人、勤めてる会社の方針とかですね、あとは経営者の理念とか考え方っていうものもですね、そのお客様への提案にですね、変数として入ってくるので、ここはですね、そのアドバイザーと会社の掛け算でですね、ちゃんと考えて確認をする必要があるということですね。お勤めになっている IFA の方っていうことですので、まあ、勝手に何でも好き勝手できないわけです。その IFA 法人がやりたい、実現したい理念とか考え方とかですね、お客様像がいたりとか、売らなきゃいけない商品が、まあ、証券会社みたいにあったりする可能性もありますので、どんだけ IFA の方が優秀で、めちゃくちゃすごい人だったとしても、それは会社の方針にやっぱり逆らえないわけですね。
ですので、正社員型 IFA の方の場合はですね、この会社っていうもののですね、方針とか理念もしっかり確認した上で相談するというのがですね、よろしいのかなと思います。そういったところでですね、本日はあなたの資産を本当に守ってくれる IFA の探し方を教えます。といった内容をお届けさせていただきました。今回の動画が参考になったという方は、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。